11月28日、リトル東京の全米日系人博物館で、ジャパンハウスロサンゼルスのアップデートイベントが行われました。ジャパンハウスは、外務省が日本の文化や技術などの情報発信を海外で強化するために、ロサンゼルス、ロンドン、サンパウロの3都市に文化広報施設を設置するプロジェクトです。イベントでは、ジャパンハウスロサンゼルスの海部裕子館長が、現在ハリウッドハイランドに建設中の施設の全貌や今後のプログラムについて説明しました。Basic programmatic concept is to have people experience with the five senses, like to see, to smell, to eat, to hear and to touch. ジャパンハウスロサンゼルスは展示ギャラリーとショップを中心とした2階スペースと日本食レストランとライブラリーが設置される5階スペースで構成され、内装は繊細さと楽しさを持つ和を意識したデザインとなっています。12月20日には、日本のライフスタイルを反映した雑貨を取り扱うショップが2階にオープン。引き続き来年1月から展示ギャラリーで、アート&イノベーションをテーマとした日本のファッションブランド、アンリアレージの作品を紹介する企画展が開催されます。全スペースのオープンは来年の夏前に予定されています。またレセプションでは、焼酎テイスティングや日本食も振る舞われるなど、参加者は日本の食文化を体験しました。ロサンゼルス・エンジェルスに入団が決定した大谷翔平選手の入団発表記者会見が、12月9日、1000人を超える地元ファンたちが集まる中行われました。大谷選手は日本ハムファイターズからメジャーリーグ移籍を目指し、各球団との契約交渉を行ってきましたが、会見の前日、エンジェルスに入団することで合意しました。最終的にエンジェルスに決めた理由については、一番自分のフィーリングに合ったチームだったからと話しました。大谷選手といえば、投げてよし、打ってよしの二刀流で知られており、日本ハムが日本一に輝いた2016年には、日本プロ野球史上初めて投手と指名打者の2つの部門でベストナインに選ばれました。エンジェルスのマイク・ソーシア監督は、プレースタイルはもちろんのこと、肉体的にも精神的にもまだ若い彼の成長を期待していると話しました。まだまだ完成した選手ではないですし、そういう意味では、皆さんの応援でこう僕を成長させてほしいなというか、僕もそれに応えて頑張っていきたいなと思っています。大谷選手は来年2月にアリゾナでキャンプイン。メジャーの第一歩を踏み出します。お知らせの後もニュースをお送りします。12月1日から10日まで、ダウンタウンロサンゼルスのコンベンションセンターで LA オートショーが開催されました。今年は各国自動車メーカーの50台以上の最新モデルを含む1000台以上の車が発表されました。マツダは新型のマツダ6を世界初公開しました。外装や内装のデザインが大幅に向上し、エンジンは 2.5 リッター直噴ガソリンターボ、スカイアクティブ G2.5T を設置し、安全面ではマツダレーダークルーズコントロールが採用されています。We feel that there's an opportunity for us to move the Mazda 6 a little more premium.To provide features that may not be available on some of the competitive models. Mazda 6 is kind of a step towards that future. Honda はグリーンカーオブザイヤーに選ばれた燃料電池車、Honda Clarity Fuel Cell と、その派生モデルであるプラグインハイブリッド、エレクトリックのほか、フルモデルチェンジした Honda Accord 2018などを展示しました。I mean, the concept behind the Accord has always been really sort of the ultimate mid-size sedan. It's a quiet environment, it's a comfortable environment to spend time, whether you're the people in the front seat, the kids in the back seat, or adult passengers in the back seat. また来場者はバーチャルリアリティを体験したり、特別車両を見たりするなど、オートショーを楽しみました。ソーカルジャパンはインターネットでもご覧いただけます。utbhollywood.com ソーカルジャパンのページにアクセスしてください。